勝ちね。なんか初めての得点会だったんですけど、めちゃめちゃ楽しかったです。そう、なんかね、たさきょん目当てでしたが、普通に楽しすぎたって。嬉しい、ありがとうございます。もう本当にね、マジたさきちゃんのおかげ、本当にずっと思ってる。あのコミュ力すごいよね。ね、あのコミュ力がすごい羨ましいなって私は思ってしまいます。マジで、なんかね、初めましての方も多分中にはね絶対いらっしゃったと思うんですよ。田崎さんのファンの方とか、どうしよう、私さ頭悪いやつって思われてる絶対。分かる、ストッキングぶっこんでくんの面白いね。ALT 見た、みんな ALT だっけ、教頭先生って書かれてた。マジ出てこなかった、教頭の今日が。ほうきは分からなかった。ほうきね、分かる。ほうきは分かんなかったよね。マジ教頭教えるって感じかと思って。マジさ、携帯って怖いなって思ったよね。もう関係で出てくるレベルなの、ほうきって。マジでいつになったらあれ30個貯まるかな。ね、NGT の元メンバーですか。そうです。国語以外ならいけるっしょ。いや無理、電卓の早打ち来るといいね。もうできない、電卓の早打ちなんてもうできないよ、もう覚えてない。ねえ、来週じゃない、間違えた、次回は5月7日です。ゲストはサイバさんです。ねえ、サイバさんのゲストの方に頑張ってもらおう。他力本願でよろしくってなかったっけ、曲。来月です。
会話さんの制服姿楽しみだって。わかる、楽しみだよね。あなたの番組なんですけど、やばい、そうなんですよね。味噌汁がうまい。いや、みんなたくさん笑ってくれて嬉しかったな。ね。来月も楽しみだ。あとなんかお花もすごかった。お花がね、飾ってあって、そうなんですよ、花がね飾ってあってめちゃめちゃ綺麗だった。こんばんは。うまっ、おいしい。足上げ動画撮りましたが、それがさ、意外と撮る時間がなくて撮れなかったんですよね。でも人狼で一緒になるし、きっと。ね。ストッキングは何色を用意すればいいですか？肌色で。桜見られた？それはさ、見れてないのよ。桜。本当に通りかかっただけ。なんか見に行くってことしてない、桜を。通った時に見るって感じだったかな。でもあれ、なんか今日特典会、そのチェキを初めてやった、初めてってとか、ああいうね、特典会っていう感じのチェキを初めてやったんですけど、すごい楽しかったです。何回かね撮り直しとか結構あったと思うんですけど、そう、嬉しかった。ディズニーグッズ好きだけど、好きですね、ディズニー好きです。お客様で一息なのに行かなかった、行かなかったね。終わったのがさ、チェキ買うは多分19時ぐらいやったかな。そう、サインね。初めての、初めてのニューサイン。ね、桜とスカイツリーを見上げてましたっていいな。解説してほしい、めっちゃ言われるんだよね。解説しましょう。でもっと紙がない。
てってれー。シンプル、超シンプルです。こういうサインなんですけど、ここは C じゃん、 C H で I で、ここで K になってるんですよ。 K で、ここで A、 これかでしょ。なが、ここが N A になってるってこと。OK。 そう、めっちゃ簡単になったの。力めっちゃ早い。だから3秒もなく書ける。そう、解説聞いてわかりませんでした。そうよね、そんなもんよ。デザイン重視でかっこいいですね。野球選手みたいだって。なんかおしゃれなのにしたくて。それでああなった。結構前から考えてた。こんばんは。書く練習してないですね。おしゃれの基準なんだろう。なんだろう。やばい、私バッグどこやったっけ。水飲みたいのにバッグがない。うん、楽しかった。サインチェキ会、みんなね、ツーショットがいいって言ってたけど、ツーショットはね、もうしばらくしたら分かります。でも今度みんなはさ、チェキ帳みたいなの買わないとね。ね。特典からね、チェキ会をしました。買わなきゃってなってます。ぜひ折れないように気をつけてください。チェキ帳を青にするか黄色にするか。ドキドキですね。早くスタンプ貯めてグッズ売ってくれ。だってグッズね、残り29個です。スタンプ
20ね、あとどれぐらいで貯まるかな。帰りに秋葉原に寄って買ってきましたって、すごい行動が早い。ドキドキですよ本当に。まだ食べるのって思われそう。枝豆食べます。ガナソ専用チキチを用意しないと。用意して。チキチすぐたまりそう。なんかめっちゃね、破格って言われた。安いって。ソロチキ 1K なんですよ。まあ 1K って、あれなんて、1K。 でもさ、相場がわからない、マジで。名前でも変えるのはやめてください、買っちゃいます。おもろ。でもさ、もうアイドルじゃないじゃんね。お話もできるの、まあ書いてる間かな、書いてる間は少しお話できるよね。ね、まあ支えないと大丈夫です。気持ちだけで。あと、現場でプレゼントをこう置ける場所っていうの、いただける場所っていうかあるんだって思って、でそこ初知り合った。共演者用のチェキ帳も必要だな。確かに確かにね、みんなね、チェキ帳みんな必要だよ絶対。ね。ぜひ共演者用のも作っていただいて。ただ安いのは遠征民としてはありがたい。そうだよね、遠征するだけにだけでお金かかっちゃうもんね。ね、前髪切りたい。ずっとやってる。増えるばっかり。
でもありがたいですよ本当に。やっぱこのね番組をやるっていうのにもあたってさ、なんか大丈夫かなって不安だったりしたの。人集まるかなって。で思ったしさね、だからなんかみんなが起きてさ楽しんでる姿を見れてよかったです。月一で現場があるのありがたいですって。いやーね、嬉しいね。ありがとうございます。でもね、なんかアーカイブっていうかその配信の方でもね見てくださった方もいて嬉しかった。ぜひたくさん謎法でつぶやいてください。来週がどんな教科になるのか不安でいっぱいです。アーカイブ見た？早いやん。まっ、謎法っていうハッシュタグは自分で決めたの？うん、マネージャーさん今日いっぱいいたんですけど、その中の一人がそう決めてくださって、まあでも謎放課かなって思ったよね。しかなその放課後トーク、サイバさんが不安なんではないでしょうか。そんなことないですよきっと。ね、算数なのか数学なのか。算数も数学も一緒だよ。ねえ。共演 NG にされなくてよかった。わかる。こんばんは。いやー、でも本当何回も言ってるけど楽しかった。かな JK の衣装似合うねだって。マジサインコサインサインどうだったっけ。タンジェントだっけ。これサインコサインタンジェントだっけ。あれなんかあったよね、三角形でさ。あ、違う、コサインがこれだ。サインこっちだっけ。あれ
S3 位ってさ S だから覚えてないや。そうだよね、アルファベット書くようにだよね。懐かしい。制服で出てきた瞬間をって思いました。そうなんですよ、放課後なので学校なので。予習しとくか、しない。しない。これか、サイン、コサイン、タンジェントか、あれ合ってる？もう覚えてないけどね。サイン、コサイン、タンジェントって使わなくない？使うところあります？制服姿の可愛かったって。制服姿まだいけるかい？水平リーベー僕なんだっけそれ。水平リーベー僕の船、なんか聞いたことある気がする。すごい、仕事で使ってるんだって。え、理科？もう覚えてないよ。覚えてないです。たまに求めたくなる人もいるんじゃない？サイン、コサイン、タンジェント、ここの角度はってやるの？無理。いやどうしようね。数学来たらどうしよう。なんかさ、y イコール x プラスなんとかあるじゃん。うわーどうしよう。それ求めろって言われたら。もう覚えてないよ。覚えてなくない？ねえ、覚えてない。足し算ぐらいにしてほしい。1たす1は2って言うから。それぐらいにしてほしいよ、本当に。水平リーベー僕の船、夏覚え方やな。笑わかせてくださいませ。力を落とす方程式知りたいですって。ないです。ないです、そんな方程式。その方程式があったらみんな使ってますよ。山の高さを求めたり、音声解説したり。数の子は勉強になったね。まさか魚の目が出てくる。魚の目ってさ、なんかなると大変って聞いた。なんか削るんだよね、めちゃめちゃね。魚の目ってさ、なんかタコみたいなやつなんだっけ。なんかタコみたいな硬いやつでさ、めっちゃ削るんだよね。
あれ違ったっけ。そんなようなだった気がする。昔の人って結局こじつけで覚えてたんやなって思った。わかるね。いや、おもろかったな。うおの目ね。まあね、魚ってついてたからね。一回だけ投げましたって、やばい、痛い。台本のほうきなぜ感じじゃなかった。あの、私がね、ただほうきって書いたの。この時にほうき持ってやるよっていう言うので、ほうきってひらがなで書いただけなんで。教頭先生負けてない。ほんとよかった。マジ教頭出てこなかった。教頭出てこなかったですね。結構さ、田崎ちゃんさ、ぶっちゃきてたっていうかさ、大丈夫なのかな。めっちゃ面白かった。めっちゃ面白かった。で、校長先生の隣に立ってる偉そうな人とか。めっちゃ面白かった。一円も発生してません。めっちゃおもろい。趣味です。案件じゃないです。あれは案件です。くれるって言うからもらった。マジおもろい。マジおもろいよね。そこまで聞いてない。そこまで聞いてない。聞いてない。全部話してくれた。本当にあれ言っちゃって大丈夫なのって思いながら。いや面白いよね。本当最高だよ。めっちゃ面白かった。本当に炎上はしないように。おもろかったな本当に。めっちゃ面白かった。田崎ちゃんのさ TikTok 見てんのよ。でさ、一番最新のやつってバイクのやつなんですよ。でさ、なんか盗んだバイクは戻したくってやつなんだけど、なんかあれをね、なんかこれってこのバイクってって聞いたら、あ、でもそこら辺にあったやつだ。いや本当に面白い。そこら辺にあったバイク勝手に使っちゃった。ほんと面白い。あの子ほんと最高。めっちゃ面白い。でいいな、のんちゃんとさタコパしたんだ。いいな、のんちゃんに会いたい。のんちゃんに会いたい。ドンペー、待って、めっちゃ会いたいんだけど。急にめっちゃ会いたい。ドンペンに会いたい。いやマジ面白いよ田崎ちゃん。本当に最高、最高です。あの子は面白すぎる。ね。でさ、なんかそのバイクの動画のやつ、田崎ちゃんのバイクのやつ
の文字起こししてるんですよ。文字起こしっていうか、喋その声が文字になってるやつがあって、それがちょっとね、ここでは言えないんですけど、めっちゃ面白くなってて、あるある探検隊のところが、見てくれたら分かるんですけど、それをね今日言ったの。そこの部分がこうなってるよって言ったら、知らなかったって言ってて、めっちゃ面白かった。本当だ、マジ面白かった。見てみ、あるある探検隊のところが文字起こしだととんでもないことなんか書いてあるんですよ。そう、面白い。田崎ちゃんほんとおもろい。ほんとに最高です。くしゃみですわ。ありがとうございます。ちょっと鼻かみたい。こんばんは。マジで病院行かなきゃね。なんかさ、ずっと雨だったじゃん。飛んでなかったからかさ、わかんないんだけどさ、めっちゃさ、鼻と喉やられてるんですよね今。本当にそれがね、嫌だなって思って、あとなんかだるい。なんか頭がぼーっとする。風邪ではないんですよ。熱測ったから今日も36度6分でした。なんと平熱なね。もう本当にね、病院行かなきゃね。病院行かなきゃって思ってて行ってないんだよね。起きようって話ですよね。すいません。お手本のような熱わかるねえ。でもなんか最近さ、ほんと頭ぼーっとして寝るんだけど、なんか寝た気がしなかったりとかするんだよね。ほんと病院行かなきゃね。すごい、初見さんとかフォローもしてくださってありがとうございます。はい、そんな感じでした。ヤクルト戦さ、売ってないんだけど。なんか今日ヤクルト戦の自販機を見ました。もう一列全部ヤクルト戦だった。つらー、すげえって思った。ヤクルト戦だ。感動した。あと前にさ、お肉の自販機を見つけました。知ってる？みんな、自販機でお肉が買えるの。
疲れてそうで心配してます。どうなんだろうね。そう、なんかね、2000円高で買えるんだよね、その肉が。なんか高級お肉みたいな感じで、すごいって思って。なんかで、なんかたまにランダムでめちゃめちゃいいお肉が出てくるみたいな、あって、すげーなりました。お肉の自販機どっかで見た、忘れちゃったけど。ラーメンの自販機もあるの？ラーメンの自販機ってさ、どういうこと？ラーメン出てくるのあったかいの。急にお肉が必要になるときあるもんね。ないよ。ないよ。あ、餃子の自販機は見たことある。お好み焼きの自販機広島で見ましたって。すげえ広島ね。冷凍のが出てくるのか。すごい世の中になったもんだね。ということで、今日はちょっと配信終わりにします。お風呂入って寝ます。はい、ではでは。しっかり休みます。ありがとう。壇上読むね。13位さやっちょさん、13位さやっちょさん、12位菊丸さん、12位菊丸さん、11位なべとしさん、11位なべとしさん、10位 F ケンさん、10位 F ケンさん、9位ペンゲンさん、9位ペンゲンさん、8位きひろさん、8位きひろさん、7位かわちゃんさん、7位かわちゃんさん、6位ナチュラルさん、6位ナチュラルさん、5位ゆうさん、5位ゆうさん、4位ハブトゥーセーブさん、4位ハブトゥーセーブさん、3位トムネコさん、3位トムネコさん、2位タッチンさん、2位タッチンさん、1位ディエマさん、1位ディエマさん、ありがとうございます。ね、耳鼻科行かないと。歯医者も行きたい。歯医者、この歯をね直したい、前に出したい。行きたいところいっぱいあるわ。はい、ということで終わります。ありがとうございました。仕事したくないでござる。頑張ってお仕事。寝ます。またね、バイバーイ、おやすみ。